はじめに2023年度の事業報告の内容につきまして、その概要をご説明いたします。まず招集後通知39ページの事業の経過及びその成果についてご説明いたします。2023年度の我が国経済は、新型コロナウイルスの5類感染症への移行に伴う社会経済活動の正常化の進展などにより、景気は緩やかな回復が継続しました。一方で、世界的な金融引き締めなどにより、景気の下振れが懸念されております。燃料価格につきましては、2021年から2022年頃には過去に例を見ない水準まで高騰し、一時的に LNG などの供給不足が危ぶまれる事態となりました。それ以降落ち着きを見せ、足元では低位に推移しておりますが、引き続き地政学リスクなどによりボラティリティ、不確実性が高い状態が継続しております。また再生可能エネルギーの大量導入による電気の流れの複雑化や、需給調整に関わる市場構造の複雑化により、適切な電力品質の維持が難しくなってきております。長期的には生成 AI などを活用したデジタルトランスフォーメーションの進展などにより、電力需要の増加が見込まれております。脱炭素化に向けては、グリーントランスフォーメーション推進戦略が閣議決定されるなど、2050年カーボンニュートラル実現への取り組みが進められており、社会構造そのものが大きく変容していくことが見込まれます。これらを背景に、S+3E、すなわち安全性を大前提として、安定・安価・環境への適合を同時に実現する安定供給メカニズムの再構築に向け、電力システム改革全体の検証が進められております。このような中、当社は経営ビジョン 2.0 の達成に向け、グループ一体となって電力の安定供給の確保と、脱炭素化された安心で安全な分散循環型社会の実現、事業構造の変革を通じた新たな収益源の獲得・拡大に取り組んでおります。2023年度の電力供給につきましては、水力発電所の安定的な運用や JERA による継続的な燃料確保に取り組むとともに、送変電設備や周波数変換所などの運転保守を確実に実施することにより、年度を通じて安定的に電力を供給することができました。また2024年1月に発生した能登半島地震においては、北陸電力送配電株式会社の要請に基づき、被災エリアの電力復旧に向け延べ2000人を超える応援派遣などを行いました。浜岡原子力発電所につきましては、従前より自主的に地震・津波対策や重大事故対策に取り組んでまいりましたが、原子力規制委員会が策定した新規制基準を踏まえて、さらなる安全性向上対策を進めております。3・4号機については、原子力規制委員会による新規制基準への適合性確認審査を受けており、2023年9月の審査会合において基準地震動についてはおおむね妥当と評価されました。基準津波の審査についても着実に進捗しており、審査において了承が得られた後はプラント関係の審査などに対応するとともに、審査対応などにより必要となった追加の設備対策についても可能な限り早期に実施してまいります。また現場対応力の強化に向けた教育・訓練の充実や防災体制の整備を図るとともに、住民避難を含む緊急時対応の実効性向上に向けて9
国・自治体との連携を一層強化しております。加えて経営層が原子力安全のリスク評価・対応策を審議する枠組みを構築し、ガバナンスやリスクマネジメントの強化を図っております。また社外有識者の知見を安全性向上に活用するため、アドバイザリーボードを設置し、経営的観点および現場における技術的観点からそれぞれアドバイスをいただいております。これらの取り組みを通じて浜岡原子力発電所の再稼働への歩みを確実に進めてまいります。再生可能エネルギーの拡大につきましては、2017年度比で2030年頃に保有・施工・保守を通じた再生可能エネルギーの320万キロワット以上の拡大に貢献の目標達成に向け、グループ一体となって取り組んでおり、2023年度末時点における進捗はグループ全体で目標の320万キロワットに対して約93万キロワットとなっております。2023年度の当社連結収支の状況につきましては、連結売上高は燃料費調整額等の減少などから前年度と比べ 9.4% 減少し、3兆6104億円となりました。連結経常損益は燃料価格等の変動が電力販売価格に反映されるまでの木ずれについて左損から差益に転じたことや、中部電力未来図における電源調達価格の低下、中部電力パワーグリッドにおける需給バランス調整などを適切に実施するための調整力確保費用の減少などから、前年度と比べ 7.8 倍増の5092億円の利益となりました。なお、木ずれを除いた連結経常損益は3710億円程度の利益と、前年度と比べ2150億円程度の増益となりました。また政策保有株式の一部を売却したことなどにより、有価証券売却益92億円を特別利益に計上した一方、子会社における固定資産の減損損失126億円や独占禁止法関連損失2600万円を特別損失に計上しました。この結果、親会社株主に帰属する当期純損益は前年度と比べ 10.5 倍増の4031億円の利益となりました。各事業別の2023年度の経常損益及び当社業績への影響はご覧の通りです。各社の取り組みにつきましては、招集後通知の43ページから45ページに記載いたしております。対処すべき課題につきましては、招集後通知の46ページから51ページに記載いたしております。続きまして、2023年度の連結計算書類の内容につきまして、その概要をご説明いたします。まず2023年度末の連結貸借対照表につきまして、その概要をご説明いたします。招集後通知では69ページに記載いたしております。資産の部につきましては、資産合計は7兆1086億円となりました。株式会社ジェラなどの関係会社長期投資の増加により固定資産が増加したことなどから、前年度末と比べ6535億円増加いたしました。負債の部につきましては、負債合計は4兆4135億円となりました。有利子負債が増加したことなどから、前年度末と比べ1206億円増加いたしました。純資産の部につきましては、配当金の支払いによる減少はあったものの、親会社株主に帰属する当期純利益の計上やその他の包括利益累計額の増加などから、
前年度末と比べ5328億円増加し、純資産合計は2兆6950億円となりました。2023年度の連結損益計算書につきましては、召集後通知では70ページに記載いたしておりますが、その内容は先ほど事業の結果及びその成果の連結収支の状況においてご説明した通りでございます。2023年度の連結計算書類の連結株主資本等変動計算書及び連結中期表並びに計算書類の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別中期表につきましては、法令及び定款第15条の規定に基づき、当社ホームページに掲載しております。